きたいと思うんですけど、おーすごいブリブリ、あなんか全部凝ってる。そうなんですよ、すごい伸びて気持ちいいです。
この辺こう柔らかさが出てきたと思うんですが、はい、どうですかね。指がすごい入ります。うんうん、くっていうか、うん、全身そうめちゃめちゃ濃いな。めちゃくちゃ全身でした。だってもう最初の段階で。ね、湯波もありましたしね、なんか結構あつらそうだなっていうのは思いました。湯波に湯波に冷えに思いまあね、あのやっぱその怪我しちゃったっていうのは大きかったと思いますよ。そのすごく痛いって思いがあると、やっぱりそれはあの本当に支障も出ますし、残る影響も大きいです。その時のショックも大きいですし、そうなんですね。ましてやそのこれから撮影っていうようなちょっとその緊張状態、いろいろこうどうしようって、ね、思うところもあったと思いますし、ちょっと心身ともにねちょっと疲れちゃったっていうことがねありますよね。なんかすごい回復していってる感じが、だいぶ柔らかさは出てきましたね。手がねすごい冷たかったんで、手の周りやっていきましょうかね。はい。ボキボキしてる。今ボクリズの。これボクボクしますね。え？引っかかりがありますね。え？これは歪み？あのまあみんなありますよ。あのやっぱどうしてもこう使い方として、あのまあパソコンでも携帯でもそうですけど、ちょっと そらす背屈させるって言うんですけど、こういうふうにこうちょっとしますよね。腕をこうあの角度をつけた状態で固定するような、そうするとズレが出てくるんですよね。緊張とかズレが続いてしまうので、そうするとこう滑らかに手首が回らなくなるので、そうそうそう、なかなか本人はね気がつかないんですけど、こうやってこう強制かけるというか、こう手でねちょっとそういう特殊な動き方をすると分かりやすいっていう、なかなかね普段の生活では気がつかないですけど、結構やっぱりあのすごくよく使うものですので、手首っていうのは、知らないうちにこう癖がついてしまうっていう感じですよね。よくあるのはだから腕の骨が持ち上がってきて、でこっちの手側の骨が下がってくるっていう、ここの間が、まあ、言ったらこういう風になるような感じですね。ここの手が下がって腕が持ち上がる。でこれをこっちにまあフラットにまっすぐにしてあげるためには、こっちを下げてこっち上げるっていう風にするわけですね。すごいなんかぐちゃぐちゃ、手もなんかこんなドキドキになる、なりますね。すごく冷たいですよね。確かに。すごく温度差があるので、手の冷たさもちょっと気になるなっていう。ちょっと手もトリートメントしましょうか。いいですか。はい、いいですよ。ありがとうございます。めっちゃでも本当に冷たいですよね。冷たいんですよ。ありますね。ありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、See you.